江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら渓谷の掲示板からのご紹介でございます。渓谷民、日本のネットフリックスに異変、ベスト10に渓谷作品がというふうにね、叫んでおります。それではですね、こちら書き込みの方を見ていきましょう。くーちゃんお願いします。シリーズ物トップ10に渓谷作品が一つもないね。あ、そうなの。渓谷ドラマを見るには日本のネットフリックスが最高なんだけど、加入して4年目なんだけどこんなの初めてだ。加入すんない。ちょっとちっちゃくてわかんないですけど、これ全部日本のやつなんだ。呪術廻戦一応、はやぶさ消防団、できる猫、ちょっと読めない、今日も憂鬱、あ、無職転生、ああ、お父さん、あ、なんだ、わかんない、はい、まあこんな感じで、まあ、これは6位までですけど、ベスネットフリックスのベスト10に警告作品がないんですって。っていうか、いつもあんの知らないけど、あるんだろうな、あったんだろうな昔は。はい、じゃあですね、こちら渓谷の反応ちょっと見ていきたいと思います。4番目面白い、お、猫、うーん、はい、じゃあ1人目、最近出てくる渓谷ドラマが全て低水準だから、呪術回り戦は認める。呪術廻戦、あー、なんか渓谷で呪術廻戦が1位になる、あ、これか、なんか1位になってる、うん、別のスレッドありましたね。最近見るものがない。最近出てくる渓谷ドラマはブラッドハウンドを除いて全部クエックスつまらなくて。知らねえ。日本のドラマアニメが最近たくさん公開されていますし、ネットフリックスに出す旨味がなくなってきているんじゃないかと思う。そして日本のドラマや文化も K の影響を受けてスタイルが多様化し、 K っぽいドラマも多いです。そうなん、女性たちがすごく強くて求心的に出てくる日本ドラマも多いし、そういうのが人気です。昔とだいぶ変わった。え、何、女性たちがすごく強くて求心的な日本ドラマが渓谷ドラマに似てるってこと？そうじゃないだろ。最近ネットフリックスの資本が日本に入ってきて、ネットフリックス版の日本ドラマが人気中。え、日本で作ってるネットフリックスオンリーのドラマをやってるってことか。ああ、アマプラあるね。アマゾンプライムだと結構あるね。日本のネットフリックスで渓谷ドラマの影響力減るのがロマンスドラマを撮らないから。昨年ここを熱くしたのが一般人たちの愛に関するドラマでした。渓谷の視聴率は滅んだレベルだったけど、いざ日本ネットフリックスでは人気が高かったです。うん、日本ネットフリックスは渓谷のロマンスドラマを見ようと決済する日本女性ファン比率が高いということ。問題はもう渓谷でもロマンスドラマを撮っても大きなお金になるわけでもないし、視聴率も高く出るわけでもない。決定的に様々な理由でドラマ関連の固定費用が幾何級数的に上がって、あんなロマンスドラマをほとんど撮らなくなるから、日本のネットフリックスで渓谷ドラマの影響力は減ると思う。そういう理由があったの。おー、はい、それではですね、こちらに対して、チャットの反応を見ていきたいと思います。まあ、要は滅んだってこと。滅んじゃったっていうことか。ついにロビー活動資金が尽きたのかな、かっこ笑い。なんか今見てる、なんか自滅っぽいな。単純に順位の偽装できなくなっただけでは。それでも未だにエンタメ強国とか言ってるのダサすぎるでしょ、かっこ笑い。そこそこいい金額を出すのにクエックスコンテンツばかり増えたら解約するよね。すると K ドラマの順位は上がるよね。さらに時が進むと K ドラマ目当てのやつも見尽くしちゃうよね。低水準って制作費がないのですね。わかります、宣伝費が払えなくなっただけだよきっと。渓谷側の旨味がないんじゃなくてネットフリックス側の旨味がないんだよ、わかれよ。お前らは Webtoon を見とけよ。何日本のアニメとか見てるんだよ。日本を超えたって言ってただろ。ああ、宮崎アニメは女性が主人公だからな。
日本じゃテレビ離れが進んでるけどね。昔の警告ドラマは女性一人に男性二人の取り合いっていうのが定番だったんだよね。飽きてくる。あちらのドラマは根底に流れてるものが同じだからね。相当昔にまたこんな展開かと飽きて以来見なくなりました。BS で垂れ流してるからネトフリにわざわざ登録してまで見る必要ないでしょ。まあ日本のドラマも最近は落ち目だけどな。お前らのドラマの真似したせいなんか。冬ソナからして昔の日本のドラマのパクリだっただろう。うん、日本のドラマ、うん、テレビはちょっとよくわかんないですけど、Amazon プライムはなんか Amazon 独自のドラマを作って出してるんですよね。私は全然見ないですけど面白いんだろうね。日本の若い人はもうテレビなんで見ないぞ。まあ、テレビじゃないんだよ。だからもうその動画の配信プラットフォーム、ネットフリックスが別にテレビ向けに作ってるわけじゃなくて、自分のプラットフォームでこう会員さん向けにドラマを作ってんだよね。オリジナルドラマ。まあ話の展開がワンパターンとか、どっかの作品の焼き直ししとか、本がダメだったらどうにもならんよ。ドラマ全く興味無いし、スピンオフ作品は微妙で定評あるよ。アマプラ。アマプラドラマ面白い。はい、ということでね、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。